はい、どうも、1分映画批評です。今回紹介する映画はこちら。ジョン・ウィック、パラベラム、75点。殺し屋の掟を破って懸賞金をかけられたジョン・ウィック。監督は前作、前々作と同じスタントマン出身のチャド・スタイルスキさん、50歳です。賞金をかけられて全殺し屋から追われる身に、みたいな懸賞金設定は映画開始の30分へどこやら。一応ね、ストーリーみたいなもの、ほとんど茶番みたいなわけのわからない人探しロードムービーみたいなストーリーもあるんですけど、話し運びはもうこの際どうでもよくて、とにかくアクションがすごいです、ジョン・ウィックチャプター3。全2作である程度出尽くしたかなーみたいなことを思ってましたけど、それを上回るアクションのキレ、そしてバリエーションの豊富さには心から感心しましたね。いつものね、こう、弾の装填っていうんですかね、リロードから全部見せますっていうアクションはもちろんなんですけど、ナイフアクションもあれば、肉弾戦もあれば、まさかの動物を使ったアクションもあれば、韓国映画のね、悪女のようなね、バイクアクションもあるし、ガラスをふんだんに使ったアクションもあるし、と、もう手を変え品を変え観客を決して飽きさせない、他の映画で見たことないアクションの引き出しの多さは本当に痺れました。特にね、防弾性能が格段に上がった敵との戦いは、敵一人一人との戦闘時間が増えるわ、装備の変更とかもあるわで、めちゃくちゃこうテンション上がりましたね。まあ、ちょっとね、次のアクションをね、待ってるような、やられ役の、やられ待ちをしているようなのが透けて見えてしまったのはちょっと残念な感じもありましたけど、まあ、茶番みたいなストーリーはさておき、現時点の世界最高峰ガンアクション、その他もろもろバリエーション豊富なアクションが楽しめる、キアヌ・リーブス頑張りすぎな最高アクション映画でした。